ハンニアークマリにあるティルバルバルゾウティルバルヌバルザイ、アイの三編をテーマにした新元詩集ティルックラルを書いた。この三つはサンスクリットのダルマ、アルタ、カーマに相当しアーリア文化における人生の三大目標を指す。この三大目標を一書にまとめて扱った初の文芸作品がティルックラルである。ティルクラルはタミル地方の人々に愛好されインド国内を はじめ30以上の言語に訳され、ティルバルバルを称える歌集、ティルバルバマーライも作られた。しかし、作者のティルバルバル本人の生涯については、不明な点が多く、いくつかの伝説が残っている。ティルクラルの内容から、古代のマドライを中心とした、サンガム文学や、マヌ法典や、実理論など、サンスクリット語の文献に通じていることがわかる。ありがとうございます。